ゴールまでウラジーミル2人の力で勝って勝て勝て抜けようではありませんか。平和条約を結び両国国民が持つ。はい、こんにちは、そしてこんばんは、白坂和也デイウォッチの白坂和也です。今日はですね、新型コロナの影響に隠れて私たちが見落としがちな、しかしとても重大なニュースを取り上げたいと思います。ロシアが北方領土の択捉島にミサイルシステムを実戦配備したといったニュースもその一つ。報道によればロシア軍が配備したのは長距離地対空ミサイルシステム S300V4、 発射機、多機能レーダー車両、指揮通信車両、補給車両で構成、最大400キロ先の空中目標や中距離を含めた弾道ミサイルを攻撃する能力を持っています。このことは12月6日に日本経済新聞も社説で取り上げていたりします。その意味するところは、安倍前政権が平和条約を締結し領土問題の解決を目指したのにもかかわらず、それが完全なまでに絶望的な状態になってしまったということ。なぜなら領土紛争地帯にミサイルを配備するということは平和交渉を真っ向から否定する行為だからです。ロシアのプーチン大統領は日本中に基地を展開しているアメリカに対し牽制する意図を持っていると言われています。ですがこのような状況を生んだのはひとえにプーチンが悪いのでしょうか。もちろん北方領土については返還する気などないであろうプーチンはどしがたい人間であるにせよ、事態をここまで悪化させ硬直化させたのはむしろ日本の安倍前首相に問題があった。つまり私たち日本人にとって北方領土問題をここまでダメにし、この問題にとどめを刺したのは明らかに安倍前首相だと考えられます。今日はですね、北方領土問題をめぐる安倍前首相の大失敗、外交敗北について検証したいと思います。それでは参りましょう。このニュースも日本では大きく報道されなかったのが不思議で仕方がありません。実は今年の7月1日、ロシアでは憲法改正の国民投票が行われていたんです。なぜこれが大きなニュースなのかというと、この憲法改正によって北方領土問題にとどめを刺されたからです。つまり領土の割譲やそれを呼びかける行為は認められないといったことがロシア憲法に書き込まれてしまったんです。よって今後いくら日本が北方領土の交渉を持ちかけたとしても、憲法に書かれているから領土の割譲、つまり北方領土は返還できないとロシアに拒否されるに決まってるんです。そして領土をめぐる憲法改正に際してはロシア外務省の報道官がロシア国内のメディアに向けて次のように明言しています。北方領土は分割など不可能であり、北方領土は法的にもロシアのものであるという第二次世界大戦の結果を日本は認める必要がある。そして今となってはロシア憲法にもこのことは明示されている。さらにこの点においては何ら変更はなく、その可能性もありませんといったダメ出しまでしているわけです。このように2020年7月に憲法改正が行われ、北方領土を返還しないことがロシア国内にも周知された。つまり2020年はロシアにとっては北方領土問題に決着がついた記念すべき年になったということ。よって今後どんなに日本が騒いでも北方領土は1ミリも返ってきません。ちなみにロシアの7月の憲法改正では大統領の立候補要件や任期についても改正されています。現在のプーチン大統領ですが、端的に言ってしまえば彼が86歳になる2036年までプーチンは大統領であり続けます。少なくともプーチンが大統領でいる限り北方領土問題は何の進展もないのです。これが
北方領土に関する安倍外交の成果です。今日紹介する一冊の本はこちら、国際政治学者斉藤元秀氏によるロシアの外交政策です。この本は16年前の2004年に書かれた少し古い本となりますが、この本を紐解くと次のような重要なことが書かれています。まず旧ソ連崩壊前、ゴルバチョフは北方領土問題をどのように捉えていたのか。ソ連には余った土地はない、我々は第二次大戦の結果生まれた国境は神聖であるとする、いわゆる国境の不可侵の原則を盛り込んだ75年のヘルシンキ宣言遵守の立場に立つといった牽制球をゴルバチョフは投げた。ゴルバチョフの対日政策の主たる狙いは、北方領土返還についての関与を極力回避しつつ、ソ連経済を立て直し、ペレストロイカを軌道に乗せるため、経済的、技術的、知的、人道的援助を可能な限り我が国から引き出す点にあった。そしてプーチンの北方領土に対する感覚です。プーチン大統領はたとえ北方領土問題で日本側に大きく譲歩しなくとも、56年の日ソ共同宣言の有効性を明確に認め、二島引き渡しが限界としながらも領土交渉を継続するという方針を採用すれば、ポスト冷戦における中国の台頭を危惧する日本がロシアとの関係改善を求めて一定の対ロ経済協力をすると判断していたらしい。つまりロシアの北方領土に対する政策は、驚くべきことに旧ソ連のゴルバチョフ時代からあまり変わっていないんです。つまり経済のためだったら日本から取れるものは分取るという貪欲な考えです。それでも状況に変化を与えるためのチャンスはこれまで2回ほどありました。1回目は2018年9月、ロシアのウラジオストックで開かれた東方経済フォーラムでプーチン大統領が発した爆弾発言です。その時プーチンは何と言ったか。今思いついた。年末までにいかなる前提条件もなしで平和条約を締結しようと言ったのです。それに対し当時の安倍首相はどのようにリアクションしたのか。この突然の提案に対し安倍首相は気の利いた言葉一つ言うことができずに、ただただ沈黙するしかなかったのです。なぜすかさず、プーチン大統領、それは本当か、本気で言ってるのか、私と一緒に歴史を作るんだな、といった切り返しができなかったのか。これはボールを再びプーチンに投げ返し、プーチンを追い詰めることです。そうすることによって硬直した状況に大きな変化を加えることができる可能性があったと僕は考えています。しかし愚かにも安倍首相は口をつぐんでいるしかなかったのです。2回目のチャンスは同じ年2018年12月に訪れました。プーチン大統領が年末恒例の記者会見の席上でかなり思い切ったことを言っています。プーチンは北方領土に米軍基地を置かないといった回答が日本からなければ平和条約は難しいと言ったわけです。つまり安倍首相が北方領土には米軍基地を置かない方針であると伝えていたにもかかわらず、プーチン大統領はその実効性を疑っていたのです。これに対し当時の安倍首相は何と切り返したのか。翌年2019年元旦のテレビインタビューで安倍首相は、在日米軍はロシアに敵対的なものではありませんと伝えていたというのです。安倍首相はまるでガキの使いです、在日米軍はロシアに敵対的なものではないなどという言葉がプーチンに通用するとでも思ったのでしょうか。そしてそれでプーチンが納得するとでも思ったのでしょうか。安倍首相はあれほどトランプ大統領との仲を自慢しておきながら、なぜトランプ大統領を使おうとしなかったのでしょうか。つまりそういう時こそトランプに掛け合って北方領土に米軍基地は置かないとトランプの口からそう言わせるように仕向けるんですよ。言うまでもなくロシアとアメリカは敵対しています。なのでプーチンは
北方領土に米軍基地ができることを何よりも警戒しています。ですがトランプにはロシア疑惑が持ち上がっているように、トランプはプーチンに弱みを握られている可能性が実はある。以上のような大国のリーダーのパワーバランスを考慮し、トランプとプーチンをそれぞれ天秤にかけながら日本の国益を追求する、それこそが本当の外交ではないでしょうか。安倍首相はトランプ大統領に取り入って、どうか口約束で構わないから北方領土に米軍基地は置かないと言ってくれと直談判すべきでした。これ以上の米軍の海外展開を嫌がり、基地の縮小を従っていたトランプのことです。しかもトランプは北方領土など眼中にありませんし、プーチンに弱みを握られていた可能性もある。案外あっさりと北方領土に米軍基地は置かないと答えた可能性は十分にあったのではないかと今更ながらに僕は思うのです。トランプ大統領の確約さえ取ってしまえば、あとはどうなろうとも一旦はプーチン大統領にボールを投げ返すことができます。結果的にそれがプーチンを追い詰め、停滞した北方領土問題に変化を与えたかもしれないのです。安倍首相はプーチン大統領から派生した2回のチャンスをみすみす逃し、プーチン大統領は憲法改正をすることで北方領土問題に彼なりの決着をつけました。安倍首相は自ら北方領土問題に終止符を打ったようなものです。それは未来永劫北方領土は1ミリも返還されないといった意味での終止符です。北方領土絡みで安倍首相のやったことといえば、珍妙なポエムを発信し世界の物笑いになったことぐらいです。つまりプーチン大統領の前提条件なしで平和条約を締結しようとの問いかけから1年も経って、ようやくウラジミール、僕と君は同じ未来を見ている。二人の力でかけてかけ、駆け抜けようではありませんか。といったようにプーチン大統領に語りかけたわけです。アホか。これは同じ経済フォーラムでの一コマでしたが、なんと無能で間抜けなセリフでしょうか。僕はあまりにも情けなくて涙が出そうになりました。全くのところ安倍首相はバカの見本のような存在でした。北方領土は100年経っても日本に返還されることはないと思います。私からは以上となります。今日の動画についていいなと思われた方はチャンネル登録、そしていいねボタンをポチッとお願いします。また下のリンク先に関連情報も用意しましたので、合わせてご覧になってください。それでは最後までご視聴ありがとうございます。